車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、ツッチーパフォーマンスです。今回は某所をお借りしてお届けいたします。紹介してくれるのは名古屋店店長の井村店長です。よろしくお願いします。今回紹介する車がこちら。はい、いいですか、先に。はい、デジャブですか。いや、ちょっと意外とこうスパンが短くなったですね。はいはい、つい最近992の GT3RS ご紹介させていただいたばっかりなんですけども、続けての同じ車、はい、でしかも仕様もこれ全く一緒じゃないですか。まあちょっとガラスがね、今回のこの車はクリアになったりとか、なるほど、するぐらいで、まあメインのところはまあバイザー波がついてて一緒。ちょっとこれまず最初に飯村さんに聞きたいんですけど、はい、これっていうのはもちろん別のオーナー様のお車で、もちろんそうです。これっていうのは何か意図的なものが影響してるんですか。例えばオーナーさん同士がつながってるとか、もしくはなんか飯村さんの意見が入ってこのボディカラーになってるとか。いや、今回事前に相談されてとか。まあ今回の車は前にカリナンをご紹介させていただいたトリプル X の宮崎さん車なんで、彼の場合はもう全部の車が基本的にソリッドブラックで、内装も黒っていうのがもう自分の中での決まり事みたいな感じになってるんで、この車はもうオーナーさんの意思しかない。というわけで、もうじゃあ完全にたまたまなんですね。はい、そう、たまたまです。でそのたまたまその初期ロットで別のお客様同士がオーダーして、はい、同じ仕様の車が飯村さんが2台カスタマイズさせていただいたということで。そうです。で先ほど話にちょっと出てきましたけども、はい、なんとオーナー様が以前もご紹介させていただいた、はい、トリプル X の宮崎康成さんのお車ということで、はい、僕正直宮崎康成さんの車ラインナップをそれほど見てないんで、はいはい、まあ、以前のベンテーガとか、うん、カリナンとかなんで、うん、あんまりイメージつかなかったんですけど、あ、結構こういうレーシングの車も乗られるんですね。でもAMG GT ブラックシリーズもあるって。あ、そうなんすか。なんであれもかなりね、スパルタンっていうかかなりレーシングな車なんで、メルセデスのレーシングの究極とポルシェのレーシングの究極があるっていう。なるほど。というわけでそんなお車を今回ご紹介させていただきます。はい、で、やっぱり真っ黒なんですね。やっぱり真っ黒です。はい、もう歴代全部お車は真っ黒ですですよね。はい、以前ご紹介させていただいたちらっと出てきたベンテーガだったりとか、うん、カリナンに至ってはもうコーチラインも真っ黒だったりとか、はい、もうとにかく今回も全部真っ黒仕上げということで。そう、ソリッドブラックですね。だと外装は今回これなんかやってあったりとかするんですか。まあ後ろ側でちょっとそのスモークのフィルム貼ったりとかっていう部分はあるんですけど、まあ部品もないし。でペイントカスタムとかっていうのも今回はやってないです。変わってないということで、はい、まあ、基本的にはノーマルストックの状態、はい、そしてプロテクションも貼ってないんですよ。貼ってないです。これは宮崎さんのお車は歴代こうあんまり貼られない。あんまりというか貼ってないです。隣側がハードに走る感じではないでもないし、まあそのツヤ感が厳密に言うとね、やっぱりその貼ってある車と貼ってない車でワントーンまでいかないですけど 0.5 トーンぐらい、うんうんうん、ちょっとツヤ感はやっぱり塗装のツヤ感とフィルムのツヤ感だと若干変わっちゃいますからね。はい、まあ、その辺を大事にされて今回貼ってないと、はい、心配でなりません。僕も心配でなりません。ただこの手の車ってこうあんまり中途半端に貼れないかな、うん、前だけとか貼るなら全部ここだけとか貼れないということで、うん、まあ、今回は全部スタンダードな、はい、まあ、車完成されてますから、うん、そしてもう2代目なんで、はい、車の紹介ちょっと挟もうかなと思ったんですけど、はい、僕の知識で挟めませんでした。あ、そうなの、はい、そこに勉強した結果がちょっと勉強してきたんですけどカスタムとあんまり関係ないんで、はい、まあ、ちょいちょい入れていきたいと思います。はい、そしてそんな車早速じゃあどんなホイールをつけたのかご紹介させていただいていいでしょうか。はい、こちらです。はい、ご覧ください。はい、これはですねめちゃくちゃ新しいですね。そう、むちゃくちゃ新しくって、オープンハウス6月にありました。その後にオープンハウスで発表じゃなくて8月に発表した新作。あ、追加されたやつでしたっけ。そう、あれ飾ってなかったでしたっけ。飾ってないです。そうでしたっけ。このデザインのフローティングキャップの SUV 用は飾ってあった。あ、なるほど。で逆に今回のやつは SUV には非対応で、まあ、こういった走る車だったりとかスポーツカーだったりセダンだったりっていうあんまり重量がそんなに重くない車用のヴィンテージ GT シリーズという中の 501GTM と。はいはい、というわけで501の名の通り、はい、まあ、他のモデルでも501とありましたけど、うん、この細かいメッシュのクラシックな感じ、こちらのホイールなんですけども、よく見るとこれ抜けてないんですね。そう、なんだメッシュのディッシュ、ディッシュのメッシュ、さらに進化系ということで、はい、今年のオープンハウスでディッシュがこうバババって出てきて、うん、もうびっくりしましたけど、うん、あれ事前の予告なかったですもんね。全くなかったですよね。うん、いきなり言ってびっくりしましたけど、はい、そこから2ヶ月してさらにその進化系が出てくるということで、
これまたかなり新しいホイール、はい、そしてこれよく見るとディスク部出っ張ってるんですね。そう、真ん中がこう出っ張って、さらに少しこうセンターに向かって落とし込んでるような、普通の他のホイールと同じようにこうリムが少しあって出っ張って、そこがディッシュになって、はい、でさらに少しこうラウンドしてるというか、うんうん、コンケーブしてる、うん、でそこがメッシュで抜いてあると、はい、これはすごいとこまでなんかアメタン来ましたね。すごいなんかね、このデザインってすごいやっぱ難しいらしくて、これは今回フィニッシュがサテンブラックで、これをブラッシュドにすると削るじゃん、はい、だからなんか形変わっちゃうらしい。え、どういうことですか？このなんかエッジの部分が削られちゃって、はいはい、デザイン上変わっちゃったらしくって、はあ、急遽デザイン変更もしたっていう、はあ、まあ、今回はしてないんですけど、フィニッシュによってはそういうことが起きたっていうのはうか、この前 HRE 本国から聞いたんで、本当にこうなんだろう、本国側としても、はい、なんかまだこの色の場合、この色の場合とか、こういうフィニッシュの場合とかっていうのができてないので、なるほどなるほど、アメリカでも本数少ないし、うんうん、日本はこの2本しかないんで。あ、そうなんですか、はい、もう早速ネタバレしてますけど、はい、あ、本当の日本だけということで、はい、だからこれ絶対強度計算もめちゃくちゃ大変なんだろうなって思いました。そうね、単純なここがディッシュじゃなくて、うん、ここ浮いてて、ここスポークで、さらにここ中がメッシュ構造になってるんで、はい、かなり複雑な。そしてこれが往年のもう本当にレーシング直系のオマージュというか、はい、うん、はい、GT3RS にぴったりのこちらのホイールになってると。で、細かいところもよく見ると、ここにちょっとこうラインが入ってたりとか、ここに HRE パフォーマンスホイールズって入ってたりとか、はい、ゲーめちゃくちゃ細かいっすね。で、今までってなんかもう削りの複雑さ、もういかに3次元で削るとか、スポークの横に穴開けるとか、うん、もう特にこちらの GT3RS の純正のホイールもスポーク横に穴開いてたりとかして、うんうん、なんかそういう、こう機械の複雑さでこうどんどんこう先行していった感じしますけど、はいはい、またなんか初心に戻って、うん、まあ、2次元のこの複雑さというか、はい、そうで、もちろん3次元的なものも入ってるっていう、もう本当に最新にふさわしい、はい、こちらのホイールが装着されております、はい、でこれよく見るとワンピースなんですね。ワンピースです、モノブロックです。なんか今回のそのヴィンテージ GT っていうシリーズは基本的に全てモノブロック。で、他にもメッシュが粗いやつとか、はい、何種類か出てるんですよね、うんうん、なんで組み合わせ次第では、まあ、いろんなことがこれからまた広がりそうな感じを予感しました、はい、で、その辺の関係もあってリムが、そう、ちょっと J リップみたいなイメージの、はい、まあ、今までよくご紹介させていただいたこのフランジの部分がこう厚く見えるじゃ、はい、やつじゃなくて、うん、J リップのこの薄いフランジのタイプ、うん、これがまたレーシーですね。そうね、というわけでこんなホイール、そしてフィニッシュはこれサテンブラック、はい、オールサテンブラックになってます。というわけでもう真っ黒黒のタイヤホイール、はい、そしてタイヤは以前と同じ、同じ、まあ、GT3RS なんでインチアップというよりはタイヤはそのまま使う方がぽいので、ここ難しいですよね。車がそんなに大きくなくて、はい、今回その GT3RS に関してはこれがいるじゃない、はい、前と後ろに、はい、で後ろもいるじゃない、はい、なんですごくホイールベースがむちゃくちゃ短く見える。あー、なるほど。で21-22っていうセットアップにしちゃうと、はい、ホイールばっかりが目立っちゃう。なるほど、まあ、それも履かせ方次第な感じしますけどね、うん、アメリカで今後出てきそうな雰囲気が結構アメリカはいるのよ。何台か。そうなんですか。で、あとはタイヤがね、カップ2とかは使えないので OS とかになっちゃうっていうのもあって、まあ僕個人的には GT3RS に関してはまあ20-21かな。なるほど。で、そのタイヤ問題もあるし、選択肢もなんかすごい少ないんですよね。すごい少ないで、タイヤが今のところない。今のところそのアフターとしてはない。というわけで、まあ、その辺難しいんですけども、もしかしたら今後出てくるかもしれない。というわけでこんな感じのセットアップになって、そしてオフセットに関しては今回前回の935501の FMRX を履いた車と同じです。今のセッティングになってる、はい、あのフロントに関して言うと内側いけないんだよね、はい、もうパンパンなんですよね。そうなんで、まあ、外側も結構きついんで。だって GT3 よりだって2サイズぐらいアップしてるんですよね、サイズが。そう255か275とかになってる。そうで、幅もなんかちょっと広いらしいですよ、まあ、GT3 よりセッティングも違うんですよね。違う、はい、というわけでこんな感じの足元で、そしてもう一つポイントなのが車高、はい、前回より低い気が低いです。あ、低くしたんですか。しました、はい、ただなんかさっきちょっと事前情報を聞いたら、うん、純正の車高も絶妙に違う、うん、そう、まあ人がやってることなんでね、全く同じとかって、まあ、あとは測るところもね、どういうところで測ってるかっていう部分もあると思うんで、
何とも言えないんですけど、前回やらせてもらった GT3RS とは純正で、もうそもそも車高がリアは一緒だったのでフロントが違ったんで。どのぐらい違うんですか？4ミリ違います。4ミリ、はい、ネジのあれでやったら2回転ぐらい、1回転2回転ぐらいですかね、の絶妙な違いを、さらに今回どのぐらい下げてるんですか？今回は、8ミリ下げてます、はい、じゃあ前回のより結構下げてる感じですね、はい、というわけでもうベタベタの、はい、だこれが本当に絶妙な差なんですけど、うん、同じだからノーマル車高の GT3RS と並んだらなんか雰囲気が違うねっていう。そうでこれ以上下げすぎると少しこうやんちゃな感じというか、けど走らない感じになっちゃう、ね、出てくるじゃないです か、うん、だからこの辺の調整も絶妙だなと、うん、はい、こんな感じの足元、はい、そしてあとはフロントセクションでちょっとカスタム関係ないんですけど、はい、僕事前勉強したのをぶち込みたいと思います、はい、なんかリアのパカパカは前回ご紹介させていただいたじゃないですか。なんか前にもパカパカついてるみたいですね。で両方合わせてなんか車のダウンフォースがこう、あ、じゃああそこで操作すると後ろもここも動いてるっていう話で、その前に使ってるのはなんかそんなにこうトルクが必要ないんで、あの体感のリアゲートのモーターらしいですらしいです、うん、だリアに関してはそれって結構体感のリアゲートを持ち上げられるぐらいのモーターだから、まあまあ、まあまあまあだと思います、ね、ただリアに関してはそれどころじゃないんで油圧のあの機構がついてるっていう、はい、カスタムと関係ない話でございます、はいはい、そして横に回ってくると横ももう、はい、じゃあ何も触ってない感じですね。そうですね。で今回の車はバイザッハのパッケージが付いているということで、はい、カボンルーフ、カボンルーフ、まあ、この辺も乗られる方は装着率高いのかなと。いやでもなんかバイザッハパッケージを選べなかった方も多い。そうなんすか。話をつい先日、この初期ロットの中の、まあ、9台だか10台だか8台だかの中にその全員の人がバイザッハつけれますよっていうんじゃなくて、そうなんすか。そう、その中でもバイザッハつけれた人は少なかったらしい。あ、それ部品供給とかの関係でってことですか。そう、じゃあ先にこう案内いただけた人とかが多分割と選べた。そうだからカーボンってね、今なかなか供給が難しい、はいはい、少ない、めちゃくちゃ納期かかるケースもあるみたいですね。だからブレーキもね、はい、あのスチールなんで純正車外にかかわらず、そう、はい、なんでその初期ロットの中でも、バイザッハパッケージを選べた方というのはその中でも少ない。なるほど。じゃあもうなんかデジャブですかって言ってすいませんでしたって感じですね奇跡的な一致ですよ。奇跡的な一致なんですね。失礼すぎる、はいはい、すみません、失礼しました、はい、というわけでこんな感じの仕様になってる、はい、あとこのドアノブ、はいはい、判明しました、はいはい、あのコメントでもいただいてた、うん、いただいてました、いただいてましたし、うん、あの僕も他の雑誌だったりとか見て知ったんですけど、なんか新型カイエンのドアノブみたいです、はい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 、ただこれドア丸ごと違うから、うん、あの現行の992に行けるのかどうかは謎ですけど、やっぱりここが他の車のマーツを使って変えてあるらしい、はいはい、そして途中関係ない話をぶっ込みましたけども、はい、そこのフロントのホイールに合わせたリアのホイールがこちらでございます、はい、これは見ました。見てないです501こちらのホイールが装着されて、はい、これはサイズだったりとかは一緒っすよね。サイズは一緒です、はいはい、ディスクも一緒っすよね。ディスクも一緒ですですよね、はい、ただ僕は気づきました、はい、ちゃんとピアスボルトが XXX 宮崎さん仕様で、そうです、真っ黒黒なんです、はい、だここにステンのボルトを入れるとかもせず、もうとにかく真っ黒黒で仕上げて、はい、そしてあの今回前と比べると全然違うホイールじゃないですか、はい、けど一緒なんですよね。ああ、そうそうそう、これの派生。そうなんですね。だから両方、はい、シリーズは違うんですけど両方501ということで、そう、501元ネタ新作みたいな。で言ったら最近のスーパーカーとか、もうこのポルシェの純正ホイールもそうですけど、うん、同じデザインですけど同じじゃないじゃないですか。はいはいはい、はい、もう径も違うし、違う、うん、フェイスも違う、フェイスも違うし、うん、本当になんか最初にこう全然違うフロントディッシュのホイールとかって言った時は、うん、もうなんかすごいこう異端感があったんですけど、はいはいはい、冷静に振り返ったら今までのこのスーパーカーとか最近のなんか特にこう前後で違うホイールっていうのがあるんで、うん、だんだんそこの垣根がなんかなくなってきてる気がするんですよね。うん、で特に今回は501で揃えてあるんで、うん、この履き方はやっぱりチェックしてるんだなっていうのを、うん、そう、僕の中ではそのお話をいただいたのは前回の935501の車が初めて で、はい、でその後に宮崎さんから僕もホイール入れたいって言われて、あ、じゃあ時系列的には宮崎さん後にご相談いただいてるんですね。言われて、はい、ってもう前後違いやっちゃったよやっちゃったよっつって、はいはい、でこれを気づいた時に来たこれとこれだとこれしかない。なるほど。そうというわけで同じ501なんですけれども、まあ、違うと言っていいのか、はいはい、あと土屋君まだあります、はい、何でしょうか、ま、分かりません。あ、分かりました、はい、どうぞ。リムが同じく J リップになってる。正解。というわけでフロント同様この薄いタイプの
フランジになってると、はいはい、これ見え方だいぶ違いますね。そうなの、 FMRX、まあ、あとスリーピーに関してヴィンテージクラシックシリーズは J リップと先日のカールリップと、はい、一応ラインナップはあるんですけど、はい、まあ、サイズとかオフセットとかによってはこの車はカールリップ、このサイズだとカールリップになっちゃいますとか J リップは選べませんみたいなのもあるんで、全部が全部っていうわけではないんだけど、今回は J リップが選択できたサイズなんで、まあ、フロントがああいうフランジの形状のリムなんで、はい、今回はリアも合わせて J リップにしてあります。これタイヤの見え方全然違うっすね。そう、なんかカールリップにすると、うん、なんかこうタイヤとのつながりがちょっと演出されて、はい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 、より厚く、はいはいはい、なんかレーシングに見えるじゃないですか、うんうん、それ J リップにするだけでなんか少しタイヤが薄く見えるというか、うん、ちょっとここにスペースができるっていうかね。確かに、うん、ここにちょっとスペースができるのと、ここがやっぱりこうタイヤのつながりに見えなくなるので、はいはいはい、少しホイールも大きく見える、うん、これ絶妙だけど違いますね。違います、はい、そうなんです。だから同じホイールデザインにしても、うん、本当に見え方が違う、ニュアンスを変えるだけでこんなにも見た目が変わってくる、はい、そしてリアも車高を調整してある、下げてます、少し下げて、はいはい、バランスを取ってある、はい、そしてデズラもこれも前回同様ですよね。同じです、はい、まあ、ここはもう一回出ちゃったらなかなかよっぽどそうですねない限り買えないですから、うん、まだあります。え、それはさすがに分かんないですまだあります。え、分かります、みんな分かりますはい、分かった、そうです。え、ここ、え、ここここは分からない、分からない。え、これってまず何なんですか。 2P、3P でクラシックヴィンテージだけだと思うんですけど、はい、ポルシェのセンターロックを選択すると、はい、センターロックアダプターみたいな感じで、これ別のパーツ、別パーツだ。じゃあリングが入ってセンターロックで止まる、そうで、ボルトで止まってるね、3本あ、センターロックで一緒にガチッと止まるんじゃないの、じゃないの、ホイール側にアダプターがまず止まってる、はあ、でそこに対してセンターロックのロックをするわけ、はい、でこのボルトがステンレスなの、はい、普通は、あ、標準がステンレス、そう、クロの設定はない、あ、ないんですか、そう、どうしたんですか。で本国にクロがいいんだけどって言ったら、はい、クロはできないって言われて、はい、って、はい、え、なんでベアスボルトはクロにできない、クロなんだけどって言ってあ、もうサイズ的な問題とか、多分で日本で塗りました。あ、これ塗ったんですか。はい、同じ調色して同じ色で塗りました。はあ、じゃあもうここピアスボルトも黒だし、はい、ここにステンがやっぱりあっちゃいけないだろう、あっちゃいけない、はい、そこはというわけでここも黒くなってると、はい、これはじゃあ僕気づかなかったのは飯村さん的にはしてやったりなんですよ。そう、しめしめってか違和感なくこう仕上げるためにここも全部やってあると。これは恐れ入りました。はい、はい、というわけでちょっと違うんです、はいはい、というわけでこんなリアホイールになっている。一回これ引きで見てもらえると分かるんですけど、これだからまとまりがまた以前ご紹介させていただいたのと違 う、ね、うん、リアのホイールに関しては一見すると同じですけど絶妙に変えてあるし、うん、そうなんです、前のニュアンスを変えるだけでこんなにも、はい、そしてレーシングさも演出しつつ、うん、ちゃんとおしゃれな感じも出ていると、うん、はい、というわけでこんな感じのセットアップになっております、はい、そしてリアは少しだけ触ってあるんですよね。少しだけ、もう触るところがないんで、なんかもう探した感じどこやるんだ、はい、これはさっき教えてもらったんで知ってますけど、はい、ここがワントーン落としてある、はい、これはどうやって落としてあるんですか。フィルムを貼りました。フィルムなんですか、うん、まあ、塗っちゃってもいいかなとは思ったんですけど、どうなるか雰囲気がわからなかったんで、とりあえず、一番薄いのとその次の濃いのを左右で貼って、だ一番薄いのだとちょっと全くあの雰囲気が変わらなかったんで、はい、一番薄いののもう一個濃いのを左右に貼ってあります。でゲレンデとかもそうですけど、このリフレクターって結構こう赤が強い。そう、赤が強いで、今回のこの GT3RS 赤のテールがないんじゃない、はい、なんか結構こうクリアテールの選択されてる方が多いということ で、はい、で赤を消す意味でも動かしちゃうと、あとフィルムいいなと思うのは外さなくていいんですよね。そう、そのまま貼れる、で剥がしたければ剥がせる。塗装はもちろんその無段階で調整できるってメリットがあるけど、うんうんうん、フィルムだともう飽きたら剥がせるし、うんうん、はい、あとバンパー外さないんで工賃的にも多少安く済むと思いますね。この辺のメリットもあるのかな、はいはい、であとはもうストックの状態ですよね。です、はい、あとは前回のここの辺の事情を知ってる方コメントくださいって言ったんですけど、あんまり決めていただけないので今回こそはご存知の方コメントいただければ。でしかもこれ調べたらルーフより高いらしいですよ。
上げたらかな5ミリ高いらしいです。確かに。本当にこれは車検登録できる謎なんですけど、はい、引き続きこの辺の情報をお持ちの方コメントいただけると幸いでございます。はい、はい、じゃあ最後になりますけれども、はい、なんか昔ってこう著名人の方とか有名な方とかって、はい、あんまりこう自分の乗ってる車とかあんまり表に出さない雰囲気でしたけど、はいはいはい、特に SNS が発達したんで最近結構もう芸能人の方とかも確かに、まあ、もちろんお仕事の関係があるんで出してない方もいらっしゃると思いますけど、うんうん、結構こうオープンにされることが多いじゃないですか、うんうん、なんでそんな中でさらしていただくっていうのは本当にありがたいな。だから本当になんかそのカルチャーの部分と車のカスタマイズの部分と他の異業種の部分がもっと融合したらすごい面白いことができるなっていうね、改めて思いましたね、はい、もうできるんですよ。はい、何でしたっけ。お知らせ。お知らせ。あ、そうだ忘れてました、はい、肝心なのをぶっ込むの忘れてました、はいはい、最後にお知らせなんですけども、はい、なんとこちらのお車、はい、東京オートサロン2024に出展いたします、はい、これ出しますか。はい、出します。これあの GT3RS 自体も、うん、僕あの出展者一覧 の出展者が見てないのか分からないですけど、はいはいはい、多分ほとんどいないですよね。いないですよね。分かんない。いや多分いないと思うんですよ。だって初期ロットに入ってきたとかそれだし、それから続いて入ってきたのかどうか分からないし、とにかく台数が少ないから多分なかなか見られないじゃないですか。はい、候補者とかあるみたいですけど、はい、なんでもうぜひこちらの車オートサロン来ていただければ間近で見れると思いますんで、もう正直今回あのラインナップはオートサロンの入場料あのうちのブースだけでも払う価値があるんじゃないかなって確かに勝手に僕は思ってますんで、はい、ぜひ会場でこの車の仕上がり見ていただけるといいんじゃないかなと思います、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録とインスタグラム X のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。